こんにちは。今日は昨日ご紹介いたしましたオッドキャストの S32。このノアボクシーのディスプレイオーディオで改めてご紹介をいたします。おかげさまでグリーンファンディングのプロジェクトがスタートしまして、昨日スタートしたんですけれども、もう今日の時点で170万円を超えているということで、このプロジェクトも一晩で成功しましたということで、皆様のおかげで、さらに金額が集まって、で、こちらのオッドキャストの S32、今下にあるんですけれども、こちらになりますが、こちらの方を、リターンということで、皆様にお届けできると、いうことが、確定いたしました。多数の皆様、いつもありがとうございます。で、こちらのデリバリーまでに、まだ時間が多少要するということがありますので、ノアボクシーでもう一度この最新のディスプレイオーディオでご紹介をしようと思います。で、こちらは今 YouTube を映しておりますが、再生しているところをお見せしていなかったと思いますので、もう一度こちらの YouTube を見ながら、鉱石モニターも再生しますということをご紹介をしておこうと思います。で、ちょうどこちら、昨日ご紹介したこちらのオッドキャストになりますが、こちら今、再生をいたしました。今、私、後ろに乗って撮影をしているんですけれども、しっかりとこのように、リアの鉱石モニターでも見れて、しっかりと再生できるということがお分かりいただけるんではないかなと思います。で、今 YouTube だけなんですけれども、他にも気になるサブスクあると思いますので、今現状私、プライムビデオぐらいしかサブスク見ていないので、プライムビデオをお見せしようかと思います。で、こちらが今、プライムビデオなんですが、もちろん見ることも可能ですし、著作権信号、ミラーリングでありました著作権信号を心配する必要というのも全くなく再生することが可能であると、いうことになります。今再生ボタンを押しましたので、このような形で、今私後ろにおりますけれども、このように後ろからでもプライムビデオ自体も見ることも可能になると、いうことになります。営業の方に車乗っていただいてるんですけれども、このように車に乗って走行していてもしっかりと映ります。今現状はこれカメラが作動しているんですけれども、行動に出た時に、どうなるのかっていうのを今お見せしようかと思います。公道に出ていただきまして、営業さんの方に運転していただいています。見ていただくと分かると思うんですけれども、今後石はしっかりと映ってる状態です。で、前に関してもこのようにちょっとカメラ GoPro が邪魔で見えにくくて申し訳ないんですけれども、前もしっかりと再生してくれるようになっておりますので、特に作動上は問題がないということで、テレビキャンセラーを入れなくてもこのような形で見るということが可能になります。今度はナビをセットしてこちらの動画が見れるかどうかっていうのを今検証しています。で、ナビが見れないんじゃないのっていうのを気になってらっしゃる方もいらっしゃったと思いますので、今セットして走っていただいてるんですが、もちろん後ろは見れるんですけれども、前がどうかっていうことなんですが、およそ 300m 先、左方向です。特にナビに切り替わって動画が見えなくなるということも特にありませんので、結構使い勝手としては十分なんじゃないかなと思います。ちょうど今左曲がってくださいということでアナウンスが出ていますけれども、特に画面が切り替わると、まあ、いうこともありませんので、まあ、ご心配なくお使いいただけるのではないかなと思います。はい。で、あと最後に、ちょっと気になったところがあったと思うので、お伝えしきれなかったところをお伝えするんですが、このトヨタの車って、D レンジ入れます。そうすると、このように、パノラマビューモニターが出ます。で、ある程度の車速になると、切れて、さっきの YouTube の画面に戻るんですけれども、まあ、今押した感じで、バツの、ここの、もう一度入れます。この状態で、ここを押していただければ、まあ戻るんですけれども、まあトヨタの車の場合は、安全性というのを考えて、最初の出だしのところではしっかりと360度モニターで、まあ後ろも見れるようになっていたりします。で、もう一つは、ナビ、どうやって設定するのというところが気になるところだと思うんですけれども、ナビ自体はこのような形で、一度リターンをしていただく、もしくはここの家のマークを押していただければいいんですけれども、もう一度やりたいと思います。まあ、この状態で、ここのボタンを押すと、Android オート画面になりますんで、で、ここのカーっていうところを押していただくと、ここでこのような形で、ディスプレイオーディオとしてのファンクションも使えるようになると、まあ、いうことです。で、先ほど僕がやったのは、行き先、まあ、どこでもいいんですけど、例えば駅でもいいんですけど、ここの駅のところで設定してあげて、で、これで開始と。一般道を通るルートです。実際の交通規制に従って走行してください。で、この状態でまた YouTube 見たいよねって時は、ここを押していただければ、こんな感じで見れるようになると、まあ、いうことで、非常に使い勝手としてもいいということを今回お分かりいただけたんではないかなと思います。はい、ということで、今回簡単ではあるんですけれども、こちらの新型のアボクシーのディスプレイオーディオ。やはりこの新型車を購入するというタイミングで、まあ、このオッドキャストの S32 を購入される方も多いんではないかなと思いますので、まあ、今回実際に使ってみて、まあ、後席モニターがしっかりと映って、なおかつナビ等の作動させながらでも、しっかりと使えると、まあ、いうことの検証についてを今回ご紹介をさせていただきました。当チャンネルでは車及びカー用品のレビューを配信しております。また、このようなガジェット系の動画の配信等も最近行っておりますので、興味のある方はぜひご覧になってみてください。また、こういった最新のガジェットの紹介等も行っておりますので、いち早くこういったガジェット系を手に入れたいと思ってらっしゃる方は、ぜひチャンネル登録をいただけますと、ホットな情報を提供できると思いますので、ぜひよろしくお願いをいたします。それでは失礼をいたします。